やってます。やった大サーカスのクロちゃんです。我が家坪倉です。キスマイルト2二階堂です。岩崎亮太です。ふぅー最高。坂上茜です。矢吹奈子です。はい、よろしくお願いします。さあ、ということで、今日は全員スタジオということでございます、はい、いや本当に先々週が特にそうなんですけど、うんまあ、先週もちょっとあれですけど、本当に自分で聞いても音が悪くて声がもう本当に申し訳ありませんでした。あんなに悪いと思わなかったんで。いや、確かに。それでも入ってこようという意識、すごく仲間意識がありました。本当にすいません。お耳ね、聞きづらくて、本当にすいませんでした。すごいこもってましたね。こもってたね。やっぱイヤホン安いのダメなんだよ。そうですね。そう、本当にダメ。亮太くんがガンガン言ってたからね、それね。多分安もやからやと思いますよ。あの日の安いなんだな。すごかった。放送でも感じましたよ。うん、坪倉さん探ってるなって、うん、もうやりづらくてもうここが幸せでしょうがない幸せで本当に、なんか笑ってたけど黒ちゃんと、いや黒ちゃんに今日急出ししてないんですよ、ね、いや高橋見てたら全然してくれないからさ、うん、あ、けどこれ多分待っても本当にしてくれないんだろうと思ったから、うん、感覚でやったらできた。え、できた。すごい。ごっちり。ね、うん、前回言ってましたもんね。うん、実際、会うのは今年初めてじゃないですか、皆さん。あ、初めてよね。はい。クロちゃん、ちょっと今年からおかしいんですよ。おかしい？なんか普通におはようございますぐらいは敬語で言うんだけど、その後ともうちょいちょい俺に敬語で喋ってくる。なんで？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 ないですよ。Q もねもらわずにやるし、ちょっとなんか変わりました。変わりました。いや変わったことはないと思うんですけど、いやなんだろうね、なんか多分当分会ってなかったから、坪倉と。なんかね、ちょっとよくわかんない感覚わかなくなって、いやそれは正しくなっちゃった。で、ちょうどね、俺がね、ナトの、ナトじゃない。ちょっと知ってたから笑っちゃったけど、ごめんなさい。水戸の納豆。それを納豆って略しすぎよ。その水戸納豆。インドエール。水戸の納豆ね、今日仕事でね、いただきましたんで、で、それを、持ってきたけど、なんかそんなに本格的になっちゃったから食べ方わかんないなと思ったら、いや、つぼっちが俺食べたことあるよ、みたいなこと言われて、言われたから、多分それで、納豆に関しての先輩だと思ったんだろうね。そこ。なんかそれ俺知らないから、あ、一個だったら欲しいなみたいなこと言ったから、あ、もらっ、あ、本当ですか？いただいてもらえますかみたいな。本当ですか？もしよかったらどうぞ。めちゃくちゃ初対面みたいな感じでした。優しかった。ちょっと会わないと距離できちゃう。危険だねけどね、その感じね。よろしくね。すいません、本当にお聞き苦しい放送でしちゃいました。すいませんでした。さあ、オープニング、あかねちゃんテンション上がってましたけど。ふぅ、最高って言ったんですけど、この間、熊本に帰省していて、父と初めてバイクに二人乗りして、阿蘇の方まで、ツーリングって言うんですか、ツーリングをしてきたんですよ。バイク乗るの初めてだったから。今まで乗ったことなかったの？後ろも、まあ、大型免許もっともと持ってないので、前は乗れないのと、後ろも乗ったことがなかったので、ちょっと怖かったんですけど、最初。お父さんはだってずっと持ってるわけでしょ？父も、言うて、ここ数年ぐらいで、取ったの？いや、取ったわけじゃなくて、もともと乗ってはいたんですけど、お休みしてて、私たちがもう、もう親元離れたタイミングでまた購入して趣味として持ってた。家にはなかったんや、前まで。私が実家に住んでた時にはなかったので、バイクにあんまり馴染みがなかったんですけど、ちょっとバイク乗ってみたいと思って後ろに乗せてもらって、ちょっと阿蘇の方までツーリングしたんですけど、また全然違いますね、ドライブと。そうなんだ。やっぱり風も体感するし、一緒にこう、なんですか、斜めに曲がるときにちょっと怖そう。結構最初は怖くて、お父さんからも倒せ倒せみたいな。一緒にね、水平を保とうとするとね、水平を保とうとしちゃうから、倒せ倒せってうーって斜めに頑張ってなって。でもなんかそれも気持ちがいいし、どん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 阿蘇に近づくにつれて、まあ今秋冬で、なんだ、枯れた猫じゃらしとかがいっぱいあったりとかして、めちゃめちゃ景色も綺麗だし、なんか
バイクっていいな。いいじゃない別にね、あかねちゃんもバイクの免許取れば、うん、確かに、ね、意外と似合いそうだよね。かっこいい。母がめちゃくちゃ心配性なんですよ、まあね、だから今回も私がバイク乗りたいって言い出して心配して、うん、お父さんとツーリングしてる後ろお母さんが車で、そうなんだ、そうなんだ、家族旅行じゃん、すごいな、大丈夫かしら、大丈夫かしら、かわいい、ツーリングっていう中継車怖い怖いよ絶対転んだらお母さんの後ろに現地二次災害だよ自分の娘を すごいなんか楽しかったですなるほど。でもお父さん嬉しいだろうね。多分ね、あかねちゃんちっちゃい時とか本当は乗せたかったんだと思うけど、うん、お母さんがその危ないって言うからもちろん乗せられなかったし、うんうんね、自分の趣味を娘に分かってもらえてみたいな、嬉しいんじゃないですか。めちゃくちゃいい帰省でした。おいしいものもたくさん食べて。食べましたね。めっちゃいい笑顔。胃袋が忙しかった。どうですか年末年始は皆さんは。うん。うん、年末。僕に、あの、キスマイの、はい。YouTube の方に電話で出演させていただいて、その時は声バッチリでしたね。大丈夫です。その時声バッチリ。ちゃんと学習して、学習したいな。バッチリです。バッチリです。イヤホンつけなかったですか。安物つけなかったそう。年越しの生配信。うん、やっぱりもうそこにタマがいるっていうだけで緊張しちゃいます。見えなくても。またちょっと緊張しちゃって。見えなくても。じんわり汗かいたから。そうか、なんか YouTube とか配信とかでしたもんね。そうですね、僕はその YouTube の後ミヤがやってるニコ生、もう生配信してて、それが1時過ぎぐらいからの出演だったのかな、それで初日の出見に行こうっていう企画で、だから5時間ぐらい5、6時間か生配信。すごい。初日の出見に行くまでは配信してんの？もうずっと配信して。すごい。一睡もせずですか？俺ね、移動中ちょっと寝ちゃったんだよ。それも配信。それも配信されます。すごい。ニカの寝顔？もうぐったりしてる。疲れた声が紹介しないで。でもそういうところも見れたらなんかファンの方たちも喜びそうですね。サービスカットや。俺も見たことないもん、ニカの寝顔なんて。そりゃそうでしょ。僕もたまに行くことないじゃないか。そうか。皆さんゆっくりできましたか？はい、できました。そうですね。僕なんか去年もね、行かせてもらったんですけど、タクロウさんのところに行かせてもらって、グレーの。ああ、すごい。はい。なので、せっかく行かせてもらうんでね、なんか申し訳ないなと思って、僕のね、あのフィギュア持ってきました。あら。喜んでくれた？ああ、ありがとうって言って、なんか燃え盛るオブジェの後ろに置かれたんで、緊張する感じになりましたね。いいね。その写真見たいね。燃え盛る後ろにいるクロちゃん。結構な燃えた方だったよ、本当に。そんな燃えて。なるほど。りょうたくん実家帰ったりとか。あ、帰りましたね。うん。はい、実家帰ってゆっくりして、その後、また初詣に、車崎神社に行って京都の。出ました。またお参りしてきましたよ。名前書いてあんの、あれ。あれは書いてます。すごいよね、あれね。あれって、誰まで書けんの？誰まで書ける？ああ、そう、代わりにってことですか？あれいや、違う。今からさ、新しくはいけないんでしょ、もう。あ、いけますか？あ、全然いつでもいけますよ。私、去年の6月ぐらいに書き。え、だってもうそれ、本数とか決まってないの、あれ。あ、全然関係ないです。名前。大丈夫です。どんどん追加していくの？そうそうそう。いくら払うの、あれ。あれ、今年から2万1000円やったかな。で、1年間？2年間です。あ、結構長いのね。そう。今年更新で、で、更新はしたんですけど、まだちょっと新しいのが掲載されるまで2ヶ月かかるんで、つって。だから最後の、今の位置の写真を撮りました。ちゃんと確認するんですか、自分の位置。そうそうそう。で、また更新されたらまた新しい場所に移動するんで。そうっすね。ちゃんと見に行けたことないな。あら。もうやってみようかな。みんなよく行くもんね。芸能人の方とかね。仕事では行ったことあるけどね、プライベートでまだ行ったことないから。まあね。そうそうそう。僕は年末ちょっと四国の方行きまして。あら、その話またおいおいというか。いやいや、なんだよ。あのね、年末年始何してましたかっていうメールも来てるんだよ。あ、そう、じゃあ、もうやっちゃった。じゃあ、その続きはちゃんと。まだ半分ぐらいじゃん。まだ半分ぐらい。まだ今の四国行ったところじゃあ、一曲行きましょうか。はい、それではここで一曲聴いてください。キスマイフット2で、カモノバ。
我が家坪倉です。 MBS ラジオ AM1179FM906 あっぱれやってます。さあ、ここからリスナーの皆さんからメールをいただいておりますので、ニカちゃんに紹介してもらいましょう。はい、青森県なべこさんからいただきました。ありがとうございます。なべこびっくりした。ひなこみたいな。やる月メンバーの皆さん、こんばんは。こんばんは。私はキスマイの YouTube 生配信で年を越し、その後宮田さんと二階堂さんの朝まで生配信で十数年ぶりの貫徹をして元旦の朝を迎えました。いいね。ありがとうございます。二階堂さんは初日の出を見に行く移動中の中で寝ちゃってましたね。全部話してるな。宮田さんにほらみんな起きてくれてるよと声をかけられた二階堂さんがむにゃむにゃしながら、みんなマジガッツすげえとつぶやいていたのがすごすぎる。マジガッツで今年も楽しく乗り越えようと思いました。やる月メンバーの皆さんはどんな年越しを過ごされましたか。これ先ほどねお話出てましたね。はね、はいはい、僕今年越しは実家ちょっとやりましたけど、年末に26、27ぐらいに舞台終わって、で31まで何もなかったんで、ちょっと四国の方に旅行行こうと思って。あら、四国。いいですね。2泊3日でグルメ&サウナ旅。いいですね。いいな。前九州でやったんだけど、それちょっと四国版をやって。すごい。4つ回ったんですか？4つ回れなかった。2泊しかできなかったから、香川と愛媛。ああ、いいですね。よかったです。んで、朝一の便で香川着いて、で、9時過ぎに香川着いたのね。で、そっからもう、うどん食おうと思って。早速。そしたらもう、その、なんか、コカドさんと行ったんだけど、コカドさんと作家さんと4人で、で行って、で、コカドさんが前にロケでお世話になったことある美味しいうどん屋さんがあって、そこにちょっと連絡したら、前もって。で、行けるって言ったから、行って、で、朝からやってるから、で、そこ行って食べて、で、めちゃくちゃ美味しかったから、で、外で写真撮ったの。看板の前で。で、うどん。でっかくうどんって書いてある。看板の前で俺がうどんの看板見てて、後ろから撮ってる絵みたいな。で、なんか皿うどんになってんじゃねえかみたいな。いろいろ話してて。そんなくだらないことやね。もう、で、食べ終わって出てきてやってたの。で、食べ終わったらもう行列できてたの。結構な行列で人気があって。で、若い人たちがいて、それをなんか写真撮ってるの見ながら、で、なんか、僕たちも一緒に写真撮っていいですかみたいな。男の子3人組、大学生かなんかかな、東京から車で来たっつって。車で？東京だっけな、確か。うん、言ってて。すごっ。来たっつって、そんでびっくりしたんだけどさ。で、まあ写真撮って、で、ちょっとそんな話した大変だね、つって、これからうどん食べて、いろいろ回るんだ、みたいな。楽しみだね、みたいなこと言って、ありがとうございました、つって帰ってって。で、俺らその後サウナ行って、2、3時間いて、で、ちょっとゆっくりしようと思って、休憩室みたいなところで休んでたのね。したら結構よくあるんだけどさ、その、まあ、旅行とか行った時とか、どっか行った時とかに、なんかその、写真撮ったら、インスタとかに、DM で、さっきありがとうございましたみたいな写真。まあ、結構来たりするのよ。で、まあ、返す時は返すし、別に返さない時もあるんだけど、その、さあ、あそっから3時間ぐらい経ってさ、サウナの休憩室で休んで、ちょっと開いたらさ、インスタの DM に来ててさ、さっきの3人のうちの1人なの。おぉ。したらさ、びっくりしたんだけど、ほんま初めてなんだけどさ、さっきはありがとう。さっきはありがとう。いじってあげらなくてごめんねって来た。そんなことあります？何これ？何これ、ドッキリなの？あれ？何これ、何そっちでじゃんけんで負けて送ったやつみたいな。コカロさんのところに、これ来てます？コカロさんの方に。つったら、俺の方来てないっつって。なんかメンションされてストーリーに載せられてたけど、メッセージは来てないっつって。そっちにだけ。俺にだけ。さっきはありがとう。いじってあげられなくてごめんね。それ。誰だよ。誰だよ、お前。知り合い知り合い知らない。年上あっち。でも若い。若い。ギャルかな？ギャルなのかな？マインドが？じゃあ、その皿うどんとか見ながら、なんか言ってあげたらよかったのかなとか思ってんのかな？素人のくせに。俺たちもそっち側のいじりで写真撮った方がよかったとか。
どういうつもりで言ってんのか分かんないから、ちゃんと無視したけど。いやいやいや、それが正解。リスナーじゃないよ。リスナーの。そっからちょっと何ターンかしても面白いかなと思ったんだけど、ちょっとなんかめんどくさいなと思ってやっちゃったんだけど。どういうつもりって言える、はい、いい気持ちはしないですよね、言っても一応ありがとうって言ってるからなんか難しいなと思って、ありがとうランクやな、いやいや、そんなありがとう保険じゃないでしょ全然もうそれもいじってますよね。そうそう、確かに確かに。だどう帰ってくるかみたいな、その3人楽しんだのか、やってたのか、やってんな、まあ、ここで話し合うのもなんかちょっとするみたいで嫌だから、はい、うん、いやもうちょっとだけ言ってもらってた、全部言った、うん、まあ結果楽しかったですけど、そんなの、そんな年末でしたよ、すごいな、で正月は実家帰ってちょっとみんなでおもてつやっていいですねみたいな感じで、のんびりしてましたよ。なこさんは、私は年末、まあ、来週オープニングトークなんでそれで話すようだったら別にいいですよ。あ、確かに、じゃあそっちで話す。話すんかい。じゃあちょっと来週。来週話そうかな。サザエさんありますよね。それ以外の話。この子のメール無視するの。すごいよね。でも、あの、年末に逃走中に出させてもらって、最後の一人まで。あ、すごい。すごい。いや、すごいよな。すごかった。賞金は獲得できなかった。ね、それもね、メール来てるんですよ。最近すぐやろ、みんな。フライングしちゃうんだよな。フライングしちゃう。じゃあちょっと他の方の。でもみんなも話してもらって。もう言ってもらっちゃう。も言ったし。くのちゃんは、あ、じゃあ僕もう一個言っていいですか。いいよ。あの、さっき言ったのは、さっき言ったの以外で言うと、リチ。あの、今年ね、入って初めてのデートをしたんですよね。2024した時に、代官山デートして、で、ね、結構いろいろ歩いた後に、ご飯食べてる時に、去年も、あの、お年玉あげたから、今年もあげないといけないだろうなと思って、一応用意したの。なんか、ね、去年で言うと、あげた時めっちゃ喜んでくれたからよかったけど、来年ね、今年だから今渡す時に、あんま喜べないかなと思ったんで、あの、あげようか、あげる前か悩んだけど、やっぱあげようと思って、ね、リチ持ってきたよって言って、お年玉どうぞって言ったら、私も持ってきたって言われて、で、リチも俺にお年玉をくれて、で、うわ、と思って、じゃあな、せーので開けてみようねって言って、せーのでって開けたら、リチがくれたのが、3枚入ってたよ。お、3万か。結構。そう。で、俺があげたやつは1万円。やば。ちょいちょい。2万得した。よかった。いや、びっくりした。だけど、それで言うと去年がね、去年が、リチに3万俺あげてるから。ああ、そう、お返しだ。それのお返しだ。ちょっと減額してんの。別れてくださいってことだよね。いやいや、なんでよ。もう終わりにしましょう。ちぎれ金かない。確かにじゃないですよ。確かにじゃない。返して、その返して。なしにしてください。ちぎれ金だとすると、俺1万返してほしいじゃない。ああ、去年3万もらったから。うん。いや、なんだろうね、多分ね。だから、俺も3万にすればよかったなと思ったんだけど。クロちゃんはなんで減額したんですか？ね。1万。去年は3万あげて、なんかその、それ、めちゃくちゃ喜んでくれたからよかったんだけど、やっぱ今年3万あげても、3万分の、あの、喜びにはならないなと思ったんで。もう一回味わっちゃってるから。そうそう。だからもう、1万でいっかなと思って。だったら5万にするとね。そうそうそう。あげればいい。今年も付き合ってくれてありがとうって、年々更新してきゃいいじゃん。ね。いや、めちゃくちゃ。357。お祝いじゃないんだから。割り切れない数字で。いや、だけど去年で言ったから俺が3万あげて、ね、3万あげたことで、なんか、ちょっと損したかもしれないな、みたいなことをね、SNS 上げてたら、ね、リチの親からもらえばいい、みたいな冗談で言ってたら、リチの親からね、もらって、その時2万入ってたから、去年は1万損したなと思ってたんだけど、今年はね。得じゃないからな。いや、だからトータルで言うとやっぱ、ね、2年間で俺1万得してるからね。いやいやいや。本当は思ってないんだよ。まあ、プロフェッショナル。そうか、プロフェッショナル。プロちゃんだから。プロフェッショナル。プロちゃんだからね。プロちゃんじゃないから。本当は返してんだよ、ちゃんとね。お年玉もね。いや、しっかりもらったしんよ。もっとくれって言ったから。はい。はいはい。ちゃんと年下の僕に敬語使ってくるいい人なんだ。いや、久しぶりに聞かれるようになった。それはそれで問題でしょ。じゃ続いてメールいきましょうか。はい、ラジオネーム、なこちゃんクリニックさんからいただきました。あら、なこちゃんクリニック。やめてほしい。なこちゃんクリニック。りょうたくんめっちゃ笑ったよ。やばいよ。
ね、なこちゃんもちゃんクリニックの大号が事故るよ、なこちゃんクリニック事故るよ、事故るの分かってやりたくないですか送られてきてるから、はい、なこ娘とクロちゃんさん、アグネちゃん食べてやらないで大晦日の逃走中お疲れ様でした、ありがとうございます。今回の逃走中は矢吹さんの最後の一人まで残る活躍ぶりが目立ちましたね、うん、特にクロちゃんさんから、うん、アグネちゃん、ローラちゃんさん逃げたシーンが途中で帰った、クロちゃんさんから逃げたシーンが一番のファインプレーだったのではないでしょうか、なぜなら前回の逃走中で二人行動してすぐに捕まったように黒川さんとの行動が危険だからです。今回の逃走中の反省や感想、以前と行動を変えて好転したエピソードトークを聞かせてください。うんうん、なんか前回も二人とも出てて、そうなんですよ。で前回クロちゃんと一緒にいたんですね。守ってくれる、うん、あちょっと見た、守るしよって言ってくれて、でクロちゃんについてってったら、うん、なんかそれがちょうどなんだろう、チーム戦みたいになってて、そうで通報、電話で誰々がここにいますみたいな通報したらハンターが来ちゃうみたいなやつで、河合くんがね、そうなんですよ、うん、クロちゃんといたから多分それでより目立っちゃって通報されて捕まっちゃったんですよ、二人とも、なるほど、ね、すぐに、うん、そうで今回はもうクロちゃんからも逃げようかなっていう、おかしくないの、俺ハンターじゃないのに目立つから、身内にハンターがいたんだ、いや身内にハンターがいたんだ、聞いたことない、大変、他の人よりも大変なんですよ、一体多いから、逃げなきゃいけないものが多いから俺は結構探してたの、なこちゃんをやっぱ前回守れなかったから守らないといけないと思って探してたら、なんかね、今回の逃走中が、結構80年代バブリーな感じの人たちが結構出てきてて、で、なこちゃん探してたら、なんかコギャルが現れてさ、コギャルの、うん、90年代。で、なんか、わーと思って、なんか、わコギャルめっちゃ可愛いと思って、わーって言って、ちょっとテンション上がって喋ってたら、それをなこちゃんに見られちゃって、ちょうど通ったんですよ、その時。で、あーと思って、いや、なこちゃん違うから、こいつらがなんかちょっかい出してきたからって言って、やり過ごそうとしたら、なこちゃんがスーって行かれたから無視してた、そんなことどうでもいい、いや状況を絡まないでくれと、うん、なんかより目立つし、それをめちゃくちゃやっぱSNS でめっちゃ言われるから、なこちゃんのファインプレーってそこも言われたからめっちゃ分かってる、本当にさすがなこちゃん分かってるね、クロちゃんの生かし方も分かってる、クロちゃんもあえてそこにギャルに行ってなこちゃんに来ることをクロだな、俺コギャルから LINE 聞いたからね、本当に。いや聞いてない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 か、あのそうね、あのパカパカだから分かんないって言われたね、うん、そうだね、分かんないね、おなんだよ本当に今日だけどもう捕まって、うちらは捕まって、うん、ね、言ったらね、待ってる時に奈子さんとか結構いろんなミッションとかをやってたから頑張れてたけど、本当に最後の一番すごかったね、すごい頑張りましたね、本当に本当にそのあれを状況、奈子ちゃんは楽しんでる感じなんでしょう、はい、めちゃくちゃ楽しいです、だそれが一番いいんだろうね、なんかどう映るかとか気にしちゃうじゃん結構、あーそっか確かに、出たらさ奈子ちゃん純粋に多分楽しむから、そっか、クロちゃんはだから自分がどう見られてるかっていうのを気にしすぎて、してない、ね、で結果うまくいくけどね、クロちゃんも、うん、うまくいかなかったんだよ、計算してね、ちゃんと、いや違う違う、炎上して炎上させて、じゃあ違う、いやだとする、だといや今回は結構難しかった、ミッション難しかったから、難しかった、参加あんまりできなかったんだよね、でもミッション難しかったからって番組さんも褒めたもんね。あ、さすが。さすがだな。もう一回呼んでくれるかな。でもただ単に私は全然ミッション行きたくないだけなんだろうなって感じましたけどね、見てて。あら、そういうのもそう見せつ。いや、違う違う。なんかしゃしゃり出て、体力バカがしゃしゃり出てやるのはいいんだけどさ。例えば夏川天使。体力バカじゃないよ。体力バカの人だから。そう、だけど俺のミッションで言うと、はじめ社長も出てて、ユーチューバーの。所長って言った。所長。所長。違う、番人みたいになってるから。はじめ社長と喋った時に、社長だったやっぱり社長。なんだろう、偽物現れた。偽物いない。モノマネ芸人？いや、モノマネ芸人だとすると喋りたくない、本当に。と喋ってた時に、最後の、
5人までに残ったら、うん、そしたら、YouTube コラボしますよみたいなこと言われたから、絶対残ってやろうと思ったんだけど、うん、全然残れなくて、俺はダメでした。ああ、すごい。今のエピソードの中でも、那須川天心さんとはじめ社長さんの名前も出したもんね。すごいなぁ。すごくないから。わかりやすくするためにあえて所長って言ってる。今出せるために。二回目はきちんと言うよ。はい。惜しかったから。ね。惜しい。逃走成功したいですね。じゃあ続いていきましょう。はい。福岡からリカさんからいただきました。ありがとうございます。あっぱれメンバーの皆様大好きです。あかねちゃんのギャンラジオ二階堂くんゲスト回聞きました。二人仲良しだからテンポの良さ、軽口の言い合い、すごく楽しかったです。その中で二階堂くんが2ヶ月に1回クーラーの掃除に業者してもらうのにびっくりしました。あかねちゃんのお金に物言わせるって発言笑いました。あっぱれメンバーの大掃除についても教えてほしいです。そうなんです。先日私がやってるギャンラジオに二階堂さんが来ていただいて、なんかエアコン そのクリーニングを2ヶ月から3ヶ月に1回ぐらい業者を呼んで掃除をしていただくっていう話を聞いて、夏前に1回だけでしょ、業者呼びすぎじゃないって話をして、すぎすぎかな、そうなのかな、金に物言わせて、窓も自分で拭くのめんどくさいからやってもらってるらしくて、業者さんにめちゃくちゃこのお兄さんお金で解決してるって。それはねいいけど、ね、まあでも自分でめんどくさい、でも掃除好きでしょ。掃除は好きです。ベランダとか嫌なんだ、窓とかは。ケルヒアとか持ってるんですけどね。あ、そう、一時期やってたんですけど、これ絶対業者さんにやってもらった方が綺麗になるなと思って。ああ、ま、どんぐらいすんの業者さん頼むと。全部やってもらうの、窓だけ。部分部分の時もあるし、スケジュール見て一気にやってもらっちゃう時もある。やっぱそんな変わるんですか。めっちゃ綺麗になる。違うもの、めっちゃ綺麗になる。やっぱプロか。まあね、だからあそこ俺キッチンとかはいろいろやってもらいたいなっていうのは、油の換気扇とかとか。あれも一生かかるもんな、換気扇とかやってほしい。窓は別に俺もケルヒアこないだ買ったから、それが楽しいからいいんだけど、ベランダとかは。ちょっとキッチン周りだけ。いや、お風呂とかもめっちゃいいし。あ、お風呂もね。お風呂も違うんですか。違う違う。水垢も全部取れるし、お風呂、浴槽の側面、ああバコンって開けたことある。ありますね、あそこ。怖くて開けられない。そう、ああいうとこも全部やってくれるから。開くんですよ、あそこ。そう、あ、そうなんだ。浴槽の側面が開けたことあるの、リュウダ君。ないっす。すごい掃除のプロみたいな話。YouTube でそういう動画だけ見て。最近やります。今めっちゃ経験ある感じ。開くんですよ。開くんですよ。情報だけ知りた。情報だけ。細かく掃除してもらえるからめちゃくちゃいい。なるほど。え、なんだっけ、皆さんの皆さんの大掃除事情。大掃除ってほどちゃんと。でも窓はそのあれでやるだけ、本当にケルヒャーでやるだけで落ちるから。窓はあと別に軽く拭いて、あとベランダパーってやって、中も別にそんなに大掃除。あ、どうぞ。いいよ。それで言ったら、カーテンは掃除。あ、そう、洗ったことない。ないって言ってたんですよ。カーテンやりません。カーテンね、なんか洗えるやつとかもね。洗える。洗濯機で。ああ、そうですそうです。カーテンやってない俺。レースカーテンなんかめっちゃ綺麗に洗ったら違いますよ。あ、そうなんだ。全然違います。結構よく見たらレースカーテンとちょっと黒ずんでたりとかしますね。それがなくなったらめっちゃ綺麗になります。あれ、あかねちゃん洗ったことあるんだっけ。あります。あ、じゃあ、あかねちゃんの家のカーテンは洗濯機に入る大きさなんだ。ほんとこれうざい。え、どんなんか、もう1枚で全部窓覆うやつみたいな。真ん中から割れるじゃなくて。あ、真ん中から割れるのもある。のもダバダバダバっていくやつね。はい。あれでも難しいかも。確かに。業者外すの自体が難しそう。え、洗濯機で洗えないカーテンもあるとか。あるんじゃないですか。素材的にはシワシワになっちゃったり、クリーニングかそれか。俺前木のブラインドのやつやってたの。ああ、すげえ埃が溜まって。そうなんだ。そうなんですね。買い替えた方が早いかと思うな。確かに。カーテンはカーテンで。ピンキリじゃないですかね。レースぐらいやったら安いでしょ。まあまあ。いや、レースも遮光とか遮熱とか、遮熱ね、UV カットとか、いろいろ機能求めると
そっか高いもの結構ありますよ。あでもうち遮光カーテンだ。遮光はだからできないの。いや結構重いし、できないとかはな、いやできないとかはないと思いますけど、うん、素材によると思います。まあでも一番簡単なのはクリーニングダストとかじゃないですか。確かにそれやろ。うん、あんまり別に気にしたことない。カーテンの汚れ、カーテン汚いかでも、わかんない。クリーニング出してる間のカーテンどうするの？なし？なしで。フルオープン。フルオープンで。うん、それは嫌だな。でずずさ高いとこ住んでんでしょ。でもそんな見られるとこじゃないでしょ。今低層のねいいとこもいっぱいあるしね。確かに。そうマンション。それこそクロちゃん、あ、ごめんなさい。ナコちゃん、わざわざ、わざと当てた。目見ながら。今だ。しっかり。今だ。クロちゃん掃除した？俺は、あの、高見菜と、出た。ん？ワンワンにゃね、菊池と、リチが来て、掃除した。おぉ !4 人で。4人で、俺もさせられた。ディスコイは？ディスコイ来なかった。ディスコイ来ないんかい。もう、フルメンバーじゃないんだよ。フルメンバーじゃなかった。参加者なかったけど。で、なんか、あの、メインの部屋綺麗にしてくれた。メインの部屋。あれ、クロちゃんリビング。メインの部屋ってか、試合やるんじゃねえんだよ。いや、リビング、リビング、リビング、本当は全部しようとしてたらしいの、高見菜が。なんだけど、なんかあまりにもやっぱもう、あの、リビングが、物が、俺がもう積んじゃってたから、それを片付けるのに結構かかったから、また今度、なんか水回り来てくれるらしい。何がそこまで、高見菜は、そこまで、クロちゃんに対して動くの？好きなんじゃない俺のこと。なんか財産分与とかそういう。ないよ、財産分与。高見菜の分かんないもん、何の。なんでそのハマってるんだろう。いや、わかんないけど。ちょいちょい金なくなってない家から。金家からなくなってないちょいちょい。いや、いやもう数えてないけどな。リチだけじゃなくて高見菜も取るのかな。バラバイって。家の中で。いやけど高見菜とかは、だから、ちょっとなんかあの、家庭の料理も食べてないだろうって言って、なんか、じゃ今度、家で普通になんか作るから来なって言って。すげえ。母さんやん。そうそう。旦那さんもいるわけでしょ？いるいるいる。で、高見の旦那と一緒にご飯食べて、で、テレビ見てたら俺が、ね、疲れてなんか横になっていびきかいて寝てて、で、起きたら、いびきうるさかったよって言ってテレビ見ながら言われるみたいな。旦那さんは何も言わないの？もう、いやいや、ほんとクロちゃんうるさいね、みたいな。へぇー。みんなで仲いい。子供みたいな感じになってるね、ほんとに。確かに。5000本。5000本は。ずいぶんとでかい子供ですね。赤ちゃんみたいな。俺おらしいよ。もうね、もう。だいたいヒロ君がやってんのに俺やらないといけない。そう、ちょっと綺麗になりました、めちゃくちゃ。お風呂とかやったらめっちゃ可愛そう。いや、お風呂やってほしい、ほんとに。リチがね、お風呂はね、業者入れてほしいみたいなこと言ってましたね。そうですよ。けど、業者の頼み方もわかんないから、けど、タカシの今の聞いてたら、やっぱ、そういうのをやった方がいいのかね。お掃除本舗っていうところがいいよ。ああ、よく聞く。あれは前も言ったかもしんないけど、入江さんがやってる。ああ、そっか。うん、あ、入江さんなら知り合いだから。ねえ。俺もなんか入江さんに頼もうかなと何回か思ったことあるんだよな。でも、そこまで広い家でもないし、なんか別に。うん、キッチン周りだけやってほしいなっていうだけだから。さんもやってるんだ。そうそう。ね、見積もり出してくれるかもしれないしね。まあね、多少はね、知ってる人の方がいいしね。本当だ。あ、入江さんだ。書いとこう。入江さん。入江さん、もしよかったら、ね、メールください。いくらぐらいで、いくらぐらいでできるか。ちょっと明細の方送ってください。番組じゃねえ。詳細の方送ってください。番組じゃねえ。もう以上ですか、メールは。うん。ちょうど飲んでみよう。はい。というわけでございまして、はい、皆様からもメールを、どしどしお待ちしております。宛先を、あかねちゃんお願いします。りょうたくんお願いします。どっち？はい、メールの宛先は yarugetsu@mbs1179.com。やる月@mbs1179.com です。ってことね。この間、さっきも言いましたけど、車崎神社行ったんですけど、当日、ちょうど行く前は晴れてたんですけど、着く前ぐらいかな、雨降り出して、でも、途中で晴れて、出たんですよ。聞いてください。岩崎亮太で、虹オーバーザレインボー。始まったな。始まった。
MBS ラジオ AM1179FM906 あっぱれやってます。みんなでやってきます。やってみます。さあ、このコーナーはやるゲス6人が初めてやることを全員でやってきたりやってみたりするコーナーです、はい。先週は同時に3つの音を鳴らし、音を聞き分けて当てるクイズでしたけども、はい、まあちょっと僕リモートっていうのもあって、まあ、全然なんかわかんない。覚えてないんだから。全然やる気なかった。二度と荷物やらない。マジでやだ。難しいですね。そうですね。なかなか難しいですね。りょうたくんがやっぱ耳いいよね。なんかね、うん。いやでもギリギリやった最後ね。あの料理のやつ。料理ね。めっちゃ悩んだけど。全員でね。みんなで。よかった。あかねちゃんとれだっけ、ヒヒンは分かんなかった。あ、馬出てこない。馬出てこない。馬。よく考えれば馬なのよ。いやだから、あれはどういうつもりでそんなこと言ってんだろうって分かんなかったんだよね。うん。千秋楽前日だからもう俺。疲れてる。疲れてるって感じ。寝たかったね、もう。疲れすぎて。すいませんでした。ということで、今週は、久々のやってきますということでございまして、はい、何に決まったかと言いますと、はい、便利グッズ。うん、今まで使ったことない、専用のグッズとか、はい、なんか専用のグッズとか、便利なものとか、をちょっと使ってみて、それを写真撮って、はい、持ってきてもいいし、説明、うん、口で説明してもいいということで、はい、皆さんやってきましたか？はい、もちろん。はい。じゃあ、写真出てきますんで見ていきましょう。はい、はい。あ、僕。何これ？つぼっち。つぼっちはですね、これはね、包丁を研ぐやつ。え？あれ研ぐやつ？あれ、ナスビじゃないの？違う違う、ナスビ。ナスビってわけじゃないの。黒いところがね。包丁を、皆さん使うじゃないですか。で、やっぱちょっと切れ味悪くなってきて、俺結構変えてたのよ。あ、買い替えた。そんな高い包丁使ってないし。ほんで、で、研ぐとなるとちゃんとしたとこ持っていかなきゃいけないでしょ、うん、で、調べたら、それ包丁研ぐ簡単なやつがあって。はいはいはい。段階に分かれてるんですか？そう、3段階に分かれてて、最初なんかダイヤモンドのなんかみたいので粗めに削って、で、2つ目のところに、それ10回ぐらいするだけなの。で、2つ目にもう1回10回ぐらい、もっと細かくやるやつがあって、で、最後の仕上げで3つ目は5回ぐらいで、つって、めちゃくちゃ切れ味が良くなるの。それだけで。違う、おかげで指切った。そんな変わるんだ。うわ、すげえと思って、ちょっと触ったら、うわ、ちょっと。とりあえず、そんな痛くなかったけど、いや、本当にこれ、便利だなと思って。そうですね。これ何本ぐらいなんですか？ね、2000円もしなかったと思う。アマゾンで買って。アマゾンで。うん。結構、その、便利だなと思って。うん。これ1個あれば何回でも使えますもんね。どんぐらいだろうね。半永久的には無理だろうけど。ね。削れていくから、半分。うん、そっちも削れていく。でも、まあ2000円ぐらいで。結構、やっぱ俺、ネギ切ることが多いのよ。長ネギを。はいはいはい。そうすると、なんか、最後の。最後で繋がっちゃう。繋がってんのが嫌で。それがもう解消されてます。今。すごい、なんか、晴れやかですね。ぜひ皆さんも買ってみてください。通販番組。はい、続いていきましょう。続いて誰かな？私でーす。あら、あかねちゃん、これは何だ？私は2つ買ったんですけど、どっちも卵を使った、あの、便利グッズで、左側にあるのは、この、これを使うと、自宅で温玉が作れるっていう、あの、やつでした。タッパーみたいな。これはなんかタッパーみたいになってるんですけど、下にちょっと穴があって、その沸騰したお湯を、なんかこう、線が、あってそこまで線まで沸騰したお湯を入れて放置しておくと、多分大体13分ぐらいでちょっとずつお湯が抜けてって、そしたら温玉ができるって、ちょっと下からお湯が抜けていくんや、ちょっとずつ抜けていくっていう温玉作る機械。温玉なかなか難しい。機械っていうか、カバン、カバン。器ね。器ね。容器ね。容器ですか。はい。で、右側は、あの、私結構煮卵とか作ることが多いんですけど、結構、その、ジップロックとかに入れると、必要以上に入れちゃったりとかするじゃないですか。あ、タレというか。タレを。つけるためにね。とかを。けど、これだったら、少ない量でしっかり染みますよっていう。ちゃんと卵2個入るやつ？ 2 個入るようになってて、で、これは翌日に、つけたものの写真なんですけど、もうしっかりしみしみで、こう、切ったら、
こういい感じにこう縁が茶色くてこうグラデーションになってる感じでめちゃくちゃ良かったです。その断面写真撮ってくんないと。すいません、あの見た瞬間食べたくなって口の中に入れないようにそのまま掘り込んだ。でどっちもなんか使えるなと思って、温玉とかわざわざ買ってたんで自分で、もう買う必要ないからめっちゃいいなと思いました。なるほどね。あ、これはいくらぐらいですか？どっちも100均で。100均で、はい、買いました。すごい。これはいいですね。便利。はい、続いていきましょう。クロちゃん。はい。何？かわいい顔して。うん、ありがとうございます。煮卵の親分じゃないしんよ。あ、本当だ。あ、うん、ありがとうございます。いや、終わらないから。続いて。いや、待って待って、終わらないから。違う、もうですから。持ってみたいな。これはなんと、水のいらないシャンプー。ああ、シャンプーいらねえだろ。なんで？まず水もシャンプー水じゃなくてシャンプーいらねえだろ。やってるから俺水だけでいいんだよ。違う。そんなさ修行僧じゃないんだからさ。いやだからなんかずっと気になってて、どんな感じなのかなともやってみたの。で、やってみたらさ、スプレータイプの。スプレー。で、なんか全然泡立たなくて。髪の毛ないからじゃん。いや髪の毛ないから。いや厳しい言い方厳しいな。愛がないよ今。愛がないよ。毛がない人に対して愛がないでしょ。今のちょっとね、なんか製品の不備みたいな感じの話が多いから。亮太くん、まだあなたのはまだ出てないから。あ、ごめんなさい。その時うちら言うかもしれないから気をつけてね。いや、さすがですね、これね。いや、どうぞお願いします。本当に泡立たなくて、結構やっても泡立たなくて、だから一応お風呂に入って、やってるところも撮ったんだけど、全然その、ならなくて、ただかけるだけで、なんか匂いはすごくいいの。で、匂いはいいんだけど、ちょっとでもなんかその、ね、霧の状態でもなんか写真撮れたらいいなと思ってやってたら、結果泡立たずに、目に入って目がちょっと赤くなってるだけです、今だから。あ、今日やったんですか？今日やった、やって、前もやって、で、もう一回やってみて、そして今日もやったら、そしたらやっぱ、全然ならなくて目が赤くなっちゃってただけ。だからこれ泡立たなくていいやつなんじゃないの？要は。泡立たなくて、ほんとスイシュってやって、ちょっとマッサージするっていうか、ぐらいで。泡立ったら流さなあかんもんね。ちょっとね、こういうもんね。うん。そっか。そう。水いらんから。ちょっとね、スーッとする感じ。ベタつきとかはない？あ、全然なかった。ないんだ。全然なくて、ほんとにね、なんかすごい爽やかな感じだけど、目に入ったら、しみて痛かった。しみて痛かったです。かわいいな。かわいいな。ありがとう、助かったしんよ。赤い目してかわいいな。いや、そんなの。うさぎさんみたい。そう、寂しいとしみやかな。ちなみにね、値段はね、900円でした。こんなのあるんですね。あります。なるほどね。はい、続いていきましょう。はい。ん？はい、これ。りょうたくん？はい、僕ですね。何これ？これは、あの、レターオープナーなんですよ。ああ。で、ただのレターオープナーじゃなくて、段ボールカッターでもあるんですよ。あの、アマゾンとかでね、よく荷物届くじゃないですか。で、段ボール、ガムテープ貼ってある。で、その開封するときに、この左側の画像なんですけど、今、現物持ってきてるんですけど、カッターやと、刃出て危ないじゃないですか。でも、これを使えば、今ね、この、そうそう、ちょっとだけね、刃が出るんですけど、刃が出るところが、ちょっと、ガードされてて、このボタンを押さないと、ボタンを押して、この箱にグッと押さないと刃出てこないんですよ。安全なんですよ。安全に開けれるし、あとここの反対側にレターオープナーがついてるんで、この大きい溝のところから、封筒をスッと入れれば、それも、安全に開けれるっていう。しかもこれ磁石ついてるんで、なんかね、金属につくんですよ。冷蔵庫とかにつけてたら。そうそうそう。ちょっと見えるところに金属がないからね。ここに、こう。つくんですよね。こうやって。すごい。だってなんか玄関の扉のところにつけてたりとか、冷蔵庫につけておけば、もう届いてすぐ開封できるし。確かになぁ。っていう、一個だけあんだよ。その、なんか、毎月届く封筒で、がっちりのりやってるやつ。綺麗に開けれない。一社だけあんのよ。一社だけあんのよ。のりぎっちぎちにつけてるところ。それでやりたいな、でも。これですね。これそれはいくらぐらいですか？これがね、何個やったっけな。これでもね、
アマゾンで、まあ参考価格は700円。うーん。で、700円以下で買えます。まあね、今、結構、そのアマゾンで頼むことも多いから、そうそう。いろいろ開けるものが。続いて。次はね、このボードライトってやつなんですけど、これあの、ダイソーで買ったんですよ。2個買ったの。あ、これ2個じゃないですよ。これが1個なんですけど、あ、そうそうそう。さっきの。そう、もの2個買ったんですよ。どっちがいいかなと思ってたんですけど、まあ両方出してみたんですけど。真面目だね。真面目だな。でも尺とかあるから。まあそうですね。いや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 。尺とかあるから。蛍光マーカーで書いた文字が光るんですよ。あ、いいね、これ。アクリルのプレートがついてあって。で、なんかこう、おしゃれにね。いいね。はい。蛍光ペンでペって書いたら、USB で光るんですけど。ああ、だから昔テニス選手がサイン書いてた。あ、そう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 。みたいな。みたいな感じ。錦織圭さんが。いいじゃん、これでね、だから、ね、そう、ファンの方とか、これ持ってってサインしてくださいとか。ああ、これね。ああ、それいいっすね。いいよね。え、これ大きさどれぐらいなの？こん、あのね、こんぐらいっていうか、まあ、ちょうど。携帯よりでかい。こんぐらいって言うよ。あの、下に行かない。ティッシュケースぐらいです。ああ、結構でかいんだ。ティッシュケースちょっと小さいぐらいかな。え、これ書き直してできるんですか？書き直してできるんです。蛍光ペンなんで、書くのが。専用のペンついてるの？専用ペンじゃないです。普通に市販の蛍光ペン。で蛍光マーカーで消すときは、なんか洗剤とか普通の水とかで消せるんですよ。あ、そんな簡単に消えんだ。消えます。うちの玄関の、あれと一緒だ。部屋番号。これ使ってんじゃねえか。そうそうそう。これだったから。蛍光ペンやってんじゃねえか。玄関のこれにすれば光りますよ。あ、そうか。まだ変わってねえんだよな。そんなね、なんかおしゃれな。まだ変わってない。なんか、ボードライトです。あ、これいいね。いくらすんの？これ220円。え、安い。ダイソーで。あ、これはいいかもね。これちょっとおしゃれな。楽しそう。はい。年賀状もこれにすりゃいいのね。調子悪くなってきたな。自分で。これはボードライト。ボードライト。ぜひ調べてみてください。はい。続いて、こちら。はい。あれ？これおしゃれ。高級時計が2つありますけど、何ですか？これは時計のケースです。時計ケース。ケースなんですけど、これ。二つとも自動巻きなんですよ、時計が。で、自動巻きって、数日つけてないと時計が止まっちゃうじゃないですか。なんで、この円柱状に入れると、これが定期的に回ってくれるんですよ。あ、だから、そう、自動で。だから、もう時計が止まることはない。あ、でもそこに入れとけ、書いて外して入れとけばってこと？そうです、そうです。最近買ったの、これを。これね、実際もらい物なんですよ。いろいろ調べて、もらい物調べて、いろいろわかんないから、宮田に相談したんですよ。で、宮田詳しいから、そしたら、あ、じゃあ俺買っとくよって言われて。だから初めて使ったケース。合ってるよね。今回のために、あ、そうか。はいはい。今回別に、その前回の放送からの間に宮田君に買ってって言ったわけじゃないでしょ。あ、違います。あら、だから何年か前に、だからもうやってきますはやってたってこと。何年か前。どういうこと？いや、じゃあ正直に言うわ。俺やってきます忘れたんだ。嘘でしょ？え？たかし！そこまで正直に言わなくていいよ。正直忘れて、ここ来るときに、やべってなって、で、ちょっと一応ハンクロの LINE を調べて。はいはい、俺たちのグループ LINE。そう、グループ LINE 調べて、なんだっけっていう。ハンクロ、いや、そういうことね。一瞬なんかよく俺も分かってなかった。さらしたハンクロ。我々のグループ LINE のね。いつまでも名前変わらないな、本当に。来てたっけと思って遡ったら、りょうたくんが、次回のやってきますは、初めて使ってくる便利グッズですって言って。そうそう。あ、やべ。俺、ありがとうございますって返信してる。ほんまや。やべえ、これどうしようと思って、携帯の写真めっちゃあさって、なんか便利グッズ俺やってないかなと思ってこれが出てきた。いやいや、画像もあったやつらや、もう最初から。いつ撮った写真なんですか？いつ撮ったやつ？うん、2、3年前。ごめんなさい。逃げ切ろうと言えば逃げ切れたぞ。ね、確かに。言わなきゃ。言わなきゃ。だけどね、前そんなのが、あればいいなみたいなことを前、たかしなんか言ってたような気したから、あ、だから本当にやってきたんだなと思って、あ、すげえなと思ってたら、まさかの展開ですよね。すいませんでした。まあでも素直に言ったから、なんか、あとあといろいろリスナーさんからこんなメール来てたと、それ前に買ってましたよねとか。ああ、またね、なんか嫌だから。二階堂くんのファンはね、もしかしたら知って宮田くんに買ってもらったっていうのをどっかで話してるかもしれないしね。それが怖かったんだ。それが怖かった。出したものの。まあね、このメンバーで後からバレたら攻撃半端じゃない。そこの心配半端じゃないから。やっぱりね、このご時世ね、あんま隠し事よくない。隠し事よくない。後で絶対バレちゃう。
ちゃうから。バレるバレる。ただこれはめちゃくちゃ便利。でもちゃんとやろうとするね。なんか、はい、姿勢があるから。まあまあ素晴らしい。まあまあどうですかスタッフさん。大丈夫ですよねってニエさんがこれ大丈夫ですよねって聞かれたっていう。はい、これって便利グッズの あれに入りますよね。ちょっと便利グッズじゃないけどまあまあ頑張って探したんだろうな。そうでも最初これ時計のケースなんですよって言ったら、ん時計のケースってさなって、いや違うんですこれ自動巻きでこれ定期的に自動で動くやつで時計が止まらないようになってるんですっていうのをめっちゃ教えて、そしたら二平さんがおお全然便利グッズですよって言ってもうこれやこれでいったらやね、まあ、そこの枠は大丈夫でしたけど、なるほどね。ただ本当これもう便利ね。なかなかねちょっと年末年始忙しくて出かけ買いにも行けなかったっていうのも、一歩も外出てないです。いやそれはすごいね。それはまた違う。その配信以外はね。配信以外は。仕事以外は。まあちょっとね忙しくて。ツアー中はね。ツアー中は。ツアー中釣れないからニカちゃんは。外出ないから。外出ない。そうかもよけどな。まあまあまあギリ。危ね。素直に言ったということで。ありがとうございます。さあ最後ナコちゃんかな。ナコちゃんの写真は。はい。あれ出ないぞ。写真出ない。写真以上。以上。送った？なこちゃん。何？なんかなこちゃん今なんか携帯ずっと携帯何？どうしたの？どうしたの？何してんの？何してんの？ずっとさっきからスイカゲームしてる。なんか。スイカゲーム。たかしがなんか言ったぐらいから。なんか携帯さかのぼったんで。2、3年前のでもいけるんだったらと思って。ちょっと待って。忘れました。わーい。ごめんなさい。完全に忘れてた。はい。もう宿題のこと一切もう頭になくて、さっき写真って二平さんが言うまで気づかなかったです。あ、ほんまに完全や。これ今日なんかあったっけみたいな。俺なんか宿題なんかあったみたいな。みんなでなんかスタジオなんかやんじゃないのみたいな。はい。すいません。で写真遡ってなかった便利グッズ。なかった。携帯変えちゃったから。すごかったよ、すごかった。本当たかしがさ、で二三年前のって言った瞬間から携帯触り始めた。めっちゃ触ってずっと。なんか説明のなんかあんのかなと思ってやってたんですけど。なんもなかった。これを乗り越えられる便利グッズがあればいいんだけどね。買えるものじゃないような気がするけどね。で、忘れちゃった。次回か。まあ、なこちゃんだからといって甘やかすわけにはいかない。あら、やっぱり。お、何かありますか？まあ、年内に何かあったらさ。年内？甘やかすわけに。次回やろ。次回始まったばっか。お前も忙しいだろうし。11回。なんか自分が便利だなってもう見つけたらさ、持ってきてくれればいい。いや、違う違う。そんなさ、一銭もいいはないからさ。それが愛じゃないの？いや、ないよ。それ、ダメなやつ。ダメな。甘やかしやん。じゃあ、ちょっと、再来週まで。再来週。わかりました。何か、便利とっておきのものを見つけてきますね。え、待って、ニカさんは？あ、ニカさん。俺はもう、ギリセーフだって、ギリさんが言ったから。この姿勢だよ。姿勢。急に、さっきまで申し訳なかったのに。めちゃめちゃ遡ったね。本人が言うのはちゃう気がする。周りが言うのはあれだ。確かにね。ちょっと人が言ってね。そっか。そう、姿勢。わかりました。ちょっと、再来週までに。はい。見つけてきます。すいません。リスナーの方にもちゃんと謝って。すみませんでした。そんな重いんだ。この罪は重いですね。けど探したからずっとね。探したかったか。さあ、ということで、次回の、やってみますですね、次回は。はい、ちょっと皆さんで選びましょうか。はい。はい。ラジオネーム、激辛プリンさん。ありがとうございます。クイズ。あんた何食べてんのはどうでしょうか。なんじゃ。あんた何食べてんの。面白いねなんか。どうでしょうか皆さん。いや違う内容内容。違う何の話どういう。まず来月メンバー一人がお題の食べ物を食べ、その正体を伏せながら食レポをします。そしてその食レポを聞いた他のメンバーが正解を予想するという内容です。マジ肉調査隊での饒舌な食レポが話題の矢吹さんのように、食レポ経験が豊富なメンバーもいらっしゃるし、そうでなくても将来的に食レポ系の仕事にもつながるのでは。リスナーが一緒に予想できるのもメリットなので、皆さん清き一票よろしくお願いしんよ。選挙じゃないね。頼んできるな。なるほどね。ここで食べるってことか。そうなんだよね。だから、そこの辺のあれがどうなるかね。確かに。何を食べるかにもよるし、誰が持ってくるかにもよるし、スタッフさんが用意するとなるとやっぱりね大変でしょうしね。
そんな大変なもんね。そんなに用意しよう。買い物とかしたことないですもんね。いやいや、そんなことはないでしょ。どんな大人よ。無能ですから。いや、ひどい。ああ、ひどいわ。続いて、千葉県、小豚三姉妹長女。ありがとうございます。早口言葉。シンプルですね。シンプルやな。スタッフさんが考えた早口言葉を3回連続で言い、6人全員成功でお食事会なんていかがでしょうか。おー、いいですね。スタッフさんが考えた。オリジナル。オリジナル。と、負担が。早口言葉も。構図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 。構図構図構図のラジオ。あ、まあまあ、これもね、スタッフさん難しいですよね、これ考えのね。いや、簡単でしょうね。無能だから。もうそれが言いたいだけ。悪口よ。まあ、なかなか難しいと思いますけど、まあでも、はい、まだ、選ばれたらやるしかないですからね。うん、東京都みゆきさん。ありがとうございます。英語でレシピ伝言ゲームはいかがでしょうか。絶対難しい。みんなすごい考えてくれるね。嬉しいね。最初の人はレシピを見て、次の人へ英語でどんなメニューかを伝言します、はい。伝言を受けた人がまた次の人へ英語で伝言していき、一番最後の人がどんなメニューかをちゃんと答えられるかのゲームです。難しそう。視聴者の皆さんも参加できるし楽しそうと。うん、確かに。これ楽しそう。レシピを見て、次の人に、その人がもう、訳すってこと、英語に。そうか。そうです。だから全部、全部自分で考えないといけないと思う。え、レシピどんぐらい？え？例えば、だから、目玉焼きとかだったら、うん。ああ、そういうことか。うん。エッグ。エッグ、ボイル。エッグボイル？ボイル？ボイル。じゃあ、目玉焼きでしょ。ボイルって茹でるじゃない？茹でる。茹で卵。割るってなんて言うの？割るってなんで？割る？カチン？ブレイク？ああ、まあでもそういうふうに。オープン？もう一回ちょっと巻き戻します。はい。割るってどういう。カチン？ちょっと擬音じゃない。いや、ごめんなさい、俺ぼーっとしてますよ、わかんないから。いや、これ危険だ、これ危険だ。これ危ない。卵の親分。卵の親分。卵の親分。割れちゃった。でもまあ、そのものが英語でわかんなくても、色とかで言ってもいいですかね。でも、要はこれが、まあでも、難しいことではない、まあ英語で伝える、難しい英語じゃなければ。二階堂さん黙ってますけど、俺絶対わかんない。うん、二階堂くんが一番最初だったらよくわかんなくなるね。うん、続いていきましょう。ラジオネーム、あざかわらし人。ありがとうございます。あざ、らし人。あら、あざ、あざらし？あざらしみたいな感じですね。あざらし、俺か。うん、あざ、俺の知り合いだね。俺の知ってんだね。あ、違うね。あざかわらしい人だ。あ、俺のことだ。あざらしみたいな。そういう。いや、黒川きんしとあざかわらしい。文字に方むずいよ。むずい。俺からずっと。ごめんなさい。もうちょっとわかりやすくしてください。それお願いします。はい。何でもドラフト対決はどうでしょうか。出題されたお題に対して好きなものをドラフト制で指名するゲームです。例えば、お題がお寿司のネタだった場合、マグロやタイなどと答えてください。うん、誰とも被らなければ指名成功。被った場合はくじ引きで当たりくじを引いた人が指名成功です。3巡目くらいまで行い、最終的に誰が一番いい選択をしたかを競っていただきますと。なるほど。ドラフト。あ、すごいね、皆さん。すごい。考え方がね、考えてくれてる。はい、最後。兵庫県まなみさん。ありがとうございます。第1回、やる月駒回し大会を開催するのはどうでしょうか。ラジオブース内でみんなが楽しめそうなお正月遊びは何かないかなと考えたとき、うん、小学校1年生のときに駒回しをして遊んだことを思い出しました。ボコボコしたマンションの中庭の床ではなく、お母さんにはダメだと言われていたのに、隣にある駐輪場のツルツルした床の上で遊んだり、コマの軸が壊れるまで遊び倒していました。トーナメント方式で戦って負けた人は全員に何かおごってあげてください。なんで怒りするエピソード。子供みたいな感じだったのに、ね、急に。だからコマ自分で作っていくってこと？え、コマ作ってくるの？コマを買うってこと？コマはスタッフさんが用意していく。だから何回もさ、りょうたくん言うけどさ、はい、あっち側に言われたことをすぐ、あーってリアクションしないリスナーの方がわかんない。聞こえてないから。ちょっとね、一回こっちで。言わないとね、伝えてからああにしてくれる。はい。ごめんね。ごめんなさい。いやいやいや、すいませんでした。なんかバチバチやってんね。ごめんね。すいませんでした。愛だよ、これが。いや、本当かな。さあ、というわけで、5つ。迷う。もういい。
ね。パンダ何食べてんの、早口言葉、うん、英語でレシピ伝言。あざかわらしい人。いや、そっちがいいですよ。新しい、そうじゃ待てないで。何でもドラフト対決、うん、コマ。うん、あでも、もう決まった。決まった、うん、うん。結構ゲーム性強いね。うん、どうしよう、決まんないな俺。決まらないの、うん、どうしようかな、何がいいかないやいや。いや、全部いいから。うん、うん、いや、うん。頼む、頼むつぼっち。何が決めてくれ。じゃあ行きましょう。はい。あんた何食べてんの？ゼロ。ゼロ。お、早口言葉。ゼロ。ゼロ。英語でレシピ伝言ゲーム。はい。あれ？あれ？二階堂くんが。挑戦する。うん。これちょっとゲーム性があって面白い。確かにね。なるほど。ゲーム性があるから。あざかわらしい人。いや、違う違う違う。問題多くて。ドラフト？ドラフト1位。はい。あら、あら、あれ、これ2。あ、ってことは？コマ。コマ、はい。2、2が。分かれたね、初めて。3つに分かれた。2人で遊ぼうか。2人でね。ちゃんと決めろ、2人で。2人でドラフトはやばい。いや、2人でレシピ言い合って。地獄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 。だから、りょうたくん。え、俺、なんでか、え、なんかまたやったの、あ、また、あ、ごめんなさい。スタッフさんが代表者でじゃんけんでって言ってた。あ、もうね。もう普通にオルモやってますから。ピュアな子。ピュアな子。代表者じゃんけん。代表者じゃんけん。じゃあ、なるほど。あかねちゃん行きましょう。じゃあ、行きましょう。はい。弱いですよ。大丈夫。あかねちゃんが、やっぱ行ってもらった方が、やっぱね。はい。わかりました。あかねちゃん、なこちゃん。りょうたくん。はい。はい。はい。行きましょう。はい。じゃあ、言ってね、言葉で。ああ、グーチョキパー言ってね。はい。しっかりね。最初はグー、じゃんけん、パー！おお、負けた！負けた！はい、はい。さあ、あかねちゃんと、なこちゃん。細かドラフトか。うん。最初はグー、じゃんけん、チョキ！あ、なこちゃんの勝ち！コマ！なこちゃんの勝ち！なこちゃんの勝ち。コマ回し。コマ回し。コマ回し。まあ正月っぽくて。この床でやるってことですかね。なんか持ってきて。なるほど。すごい。楽しみ。小さい頃めっちゃやってました。あ、そうなんだ。すごいじゃん。いや、だからそのコマをね、上げられたり吸ったらいいんですけどね。ああ、みんなで使ったリスナーさんにね。プレゼント？うん。ま、考えましょう。皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございます。よかったですけど、すごかった。はい、また頑張って考えてください。お願いします。お願いします。楽しみにしてます。お願いします。さあ、というわけでございまして、リスナーの皆さんも、我々やりげつレギュラー陣にこれをやってみてはというメールをお待ちしております。あかねちゃん、お願いします。はい、メールの宛先は yarugetsu@mbs1179.com、 やるげつ @mbs1179.com です。以上、みんなでやってきます、やってみますのコーナーでした。さあ、エンディングでございます。はい、ということで、ちょっといつもより曲が1曲少なかったですけども、ね、HKT の曲いつもかけてたんですけども、時間の都合でカットということ。あら、そんなこともあるんですか。多分宿題やってこなかったら罰でしょ。わかりやすい。2位の罰。嬉しくない。頑張る人にはきちんとやるんですね。そうですね、やっぱりね。うん、だから、でも、ちょっと、話が盛り上がっちゃったっていうのもあるし、宿題忘れたっていうのもあるし。いや、どっちも、うん。気持ちだよ、なんか。どうですか、気持ち。二階堂さん。何ですか、やろうという姿勢が大事だ。お前もあんま言うと罰受けよう。自分が言うのも面白い。はい、というわけで、じゃあ最後の挨拶、なこちゃんにしましょうかね。なこちゃんから始めましょうかね。はい。なんだろう。ラジオネーム、にっこり蛍光体さん。ありがとうございます。走りながら喋ってる風に挨拶をお願いします。頑張ってる、頑張ってる感じ、最後のさ、よし、はい、ということで、はい、以上でございます。はい、というわけで今週はここまでです。お相手は安田大サーカスのクロちゃんと坪倉とキスマイルトツ二階堂と岩瀬亮太と坂の上茜と矢吹奈子でした。さあ、ありがとう。
チュアの皆さん お疲れ様でした。稲見安寿です。ということでびっくりした、本日1月15日、303回放送なんですが、稲見あったふたしてますね。303回、はい、そうです。300回記念って聞いてきてんけど。いやいやいや、それより、有野さんが来てくれちゃってるんですけど。こんばんは、こんばんは。びっくりした。嘘、化粧がすっぴんですよ。全然すっぴん。嘘、やった、びっくりした。嘘、だってもうマネージャー同士が名刺交換してますもん、あ、もう早いね。びっくりした。300回って聞いてきてんけど。すいません、3回超えてます。あ、そう、またびっくりした。1回目の邪魔した時は102回目で、2回目が202回目電話かな、その時は。あ、そうですね。303回目、また増えた。びっくりした。え、来てくれてありがとうございます。あ、いえいえ。ビーフジャーキーは、ビーフジャーキー全然食べかけ、天狗のパパに買ったんだけど、自分がお腹空いちゃって食べちゃった。うん、そう、かわいい。いや、ダメ、パパに怒られる。いやー、私、有野さんとはですね、はい、先日、ゲームセンター CX のイベントの方に、はいはい、埼玉に、はい、遠かったね、あそこ。いやいやいや、うちは割と近場の方なんですね、地元だけだったら。ああ、そうなんや。びっくりした。いや、で、ご招待いただいて、はい、行かせていただいて、なんか埼玉で売ってたグッズを何個か持ってきたんですけど、うわぁ、どこ行った、嬉しい。だってもう全部完売ですよね。すごいと思った、本当に。あんまり数を作れへんからじゃない。いや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 、みんな T シャツとか着てましたし、え、みんな持ってましたよ、グッズ。買って帰ってないね。いや、買ってすぐ、買ってすぐ着るってことや。そう。へぇー。ぬいぐるみもいっぱい持ってたし。課長の。欲しいと思った、私。なんで私は持ってないんだと思って。すいません。送りますね。いやいやいや、おかしいおかしいおかしい。買いたいんですよ。手に入れんって言ってたからね。超嬉しい。いや、もうほんと課長グッズ一個もなかったんで。うん、おいおいおいと思って。すいません。うわぁ、ミスったーと思って、もっと早く来るべきだった。これかな、 DVD、 わー、 DVD どうぞ。ありがとうございます。あと T シャツ、うわー、やったー。これちょっと明日からの稽古できます。そう、汚いトレーナー脱いで。はい、汚いもないの。いや、マジ本当何も考えずに来てる、うん、びっくりした。びっくりした。うわー、ありがとうございます。え、稲見さん300回記念の時に有野さんが来ると思いました？思うわけないじゃないですか。しかも考えてなかったから、300回とかあんまり。あ、そう、303行ったもんね。303行っちゃってたし、300の時来るかもって思ってなかった。いや、思ってなかった。嘘だって、絶対忙しいし。嘘、もう忘れてたんだ。やっぱ違いますよ、100回ごとに出てきますよ。じゃあ頑張んなきゃ。そうですよ、頑張んなきゃ。あと何年目これ、100回ごとってことは。もう、え、次ですか。6年目ね。あ、もうこれ、いや、7年目に入るんですね。それも。ディレクターも、稲見も、7年目って言えてなかったけど、ね、7年目って。二人とも。びっくりすぎて。びっくりした。めっちゃ嬉しい。お忙しい中で。いや、ありがとうございます。超嬉しい。なんだ、な、6周年。次な、8周年目ぐらいなのかな。あ、そうだと思いますね。50回ずつだ。はい。15分番組で地道にやってきましたが、気づけば。うん。6年を迎えているという。もう7周年目だ。はい。え、もうちょっと、絶対有野さんにまた来てほしいって、うん、もう今思ってるんで。それはもう、続くんやったら来れるけど、終わったらもう来ないですよ。そうですよね。いや、本当に間違いない。終わったら来ない。間違いない。そうですよね。そうですよ。絶対に続けたい。もうしょうがないですよ。もう、稲見さんがもう今疲弊してるっていうのだけは聞いてんねんけど。そうですね、結構、満身創痍で、日々やってたんですけど、何、12月そんな忙しかったの？山月、毎週ライブしてました。すごいね。そうです。声優さんなんかイベントが多いって言ってたけど。多いと思います。それに近いものを、もう12月の頭からずっとやっていて。うん、毎土日ってこと？そうです。毎土日。違うものが？別物です。覚えなあかんやつ。はい。うわぁ、大変だね。バミリだとか。どこに板つけばいいかとか。どこに板つきなのか、そもそも板つきなのかとか。紙なのか、下なのか出るのみたいな。うわぁ、そうか。結構テンパりながら。セリフじゃないんだ。はい。今はセリフに追われてます。今は本当に、ちょうど、いつ分のやつで追われてんの、今は。1月の11日分なので、うん、今もう絶賛本番中です、放送。うわぁ、そうか。はい。
座長ってこと？主演ともう一作品別で同時で出ていて。え？何？同時上演みたいなこと？1週間に3作品同時上演なんですよ。なので全然違う作品がバラバラとやっていて、その中の一作品が主演で、もう一つはちょっとキーになる話の軸というよりはキーになる、うわ大変じゃないっていうのを今やってます。2時間分のやつを3つ暗記してるってこと？そうですね。あ、2つです。私は6時間分そうです。3つ出る人もいるんで、でも4時間分とか6時間分、はい、うわすごいねっていう今やってます、絶賛。うわギブしないの？もう、お手上げ。でもきっとこの時には、本番を無事にやり遂げてるんじゃないかなと、自分を信じてます。楽しんでやってたらいいなっていう感じだ。そうです、そうです。もう、笑ったり泣いたりしてたらいいなと思ってます。毎回ダメだった、ダメだったって言って帰ってるかもしれんし。やだよ、そんなのやだ、そんな未来。めちゃくちゃ嬉しい。ま、千秋楽までには形にしますんで、言うて。泣いて帰ってるかもしれない。最後だけ。ちょっと役者やって10年目なのに、それはちょっと恥ずかしいんで頑張りたいですね。うそ、はい、ちょうど10年イヤーなので今。すごいね。それでまたこうやって。10年頑張ってんの？そうです。有野さんに会えて、もう10年以上は頑張れる気がします。少ね。少ないですか？少ね。あと10年間有野さんの効果って。だからやっぱ10年後には会わないとですし、はい、その前にもうちょっと会わないとですね。100回目の時にいいってことだ。はい、そうです、そうです。会わないとちょっと耐えられないかもしれない。今日、もしかして昼間稽古あったの？今日は、ずっとゲームのボイス収録を。あ、だからか。4時間ぐらいやってました。だからだ。はい、こもりっきりなんで。すげえ声出てる。あ、そうです。うん、もうめちゃくちゃでかい声で関西弁の役をずっとやってたので。ああ、そうなんや。怒鳴り散らかしてたんで、今日。なんかのゲーム？あ、そうです、そうです。何？テレビゲーム？ヘブン・バーンズ・レッドという作品の、アプリですね。携帯できるアプリゲームなんですけど、そうなんですよ。結構シナリオが膨大で。なんですけど、必死に食らいついて、関西人でもない稲見が頑張ってます。何？教えて。難しかった関西弁教えて。めっちゃ、今日とかもう、マジかと思ったんですけど、一生忘れないっていうワードみたいなのがあったんですけど、うんうん、一生忘れんっていうイントネーションにびっくりしました。一生ってお米の一生じゃんってなって。え？あ、発音が。そうです。イントネーションが。ちょっと。一生か。そうです。一生忘れんだと思ったら、うん、一生でって言われて、うん、米の方本当ですかみたいな。あ、はい、酒じゃんみたいなこと。一生忘れんでお願いしますって言われて、うん、あ、なるほど。奥深いと。一生忘れんや。そうやな。え、ですか、やっぱ。うん、一生忘れんや。うわ、ちょっともう、でもなかなか言えへんと思うけど。あ、そうです。一生忘れへんで、とかやと思う。ですよね。うん、強めの人や。あ、そうです。めっちゃ、より、河内とかそっちの方の。なので今もう、食らいついて食らいついて、うん、早2年。あ、そんなにやってんの？やってます、今。あ、アプリで更新されたらまたセリフが増えるってこと。そうです、そうです。あ、そうなんや、アプリゲームって。めっちゃ大変なんです、だから。こう、章が分かれてて、1章、2章で。で、かなりボリューミーで。どっちそれは ?1 章、2章？あ、それは、1章でやらせてもらっていいですか？もう、ほんと大変。関西弁って難しいと思いながら。聞いてよ、関西弁。いや、もう、ちょっと教えてくださいよ。うん、何？もう何でも教えてほしい。ほんまでっか。いや、ないんだな、それ。TV になっちゃうんだな、それ。それだと。そうなのか。ないんだな。たまらんわーとか。変わらんわ言わないかも。たまらん、たまらんわ。たまらん。あ、今日言ったかも。たまらん、うん、みたいなこと言ったな。たまるかって言いました。あ、まあ、ツッコミで。なんとかして、たまるかみたいな、めっちゃ怒鳴ってました、今日。うわすげえ。怖もう、声、顔怖カサカサになりますし、すっごいイカつい顔になっちゃいます、やっぱ。あ、だからか。そう、関西弁はもうね、目がギラギラしちゃう。うん、へえ、それを一人で一人です。やっぱゲーム収録なんで、一人ぼっちで。バラバラなんや。そうです。ブースでこもって。相手の音は聞けるってこと？聞ける時もあればない時がほぼですね。先に稲見さんが先行なんや。そうです、そうです。とかもあるんで、寂しいし、一人で突っ込んでばっかなんで。で、こっち来ても一人で喋ってるってことだ。嬉しい、だから今日行ってくれて、来てくれて。龍が如くもやってんの？あ、最新作出ます！龍が如く8、出演されます。はい。次のやつ？次です。なんか名前がなくなったみたいなやつの次ってこと？の次です。あ、そうなんや。ですです。最新作、PS5 はお持ち。
バカにすんな。あ、よかった。持ってるわ。ありがとうございます。つい最近買ったわ。つい最近じゃないですか。全然手に入れんの。なんかカードに入会してくれとかなんねんけど、それは絶対嫌だ。ね、やっと買えた。よかった。去年ぐらいに買えたよ。ぜひ、もうクオリティが全然違うので。ハワイが舞台なんです。どうしようかな。ぜひ買っていただきたい。稲見龍が如く大好きで、全シリーズやっていてですね、触れてたので、念願かなって自分が出れるってことになって、そうか、なぁ、夢が叶ったみたいな感じなんですよ。なぁ、龍慣れたの？いや、龍には慣れてないですね。龍には背負うこともないんですけれども、そうですか、おそらく。じゃあやってみよう。でも結構面白い役なので、ぜひ。すげえ喋んねんな。そうです、そうです。前の前かな、前の前はやった。初めて。そうなんだ。なんか横浜のやつかな。あ、はい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 。ハンピンリューマとか出てくるやつだ。うん。わ。ロープレやねんな、あれ。ですです。でも。アクションゲームやと思ってた。セブンから結構いろいろどんどん変わってる状態なんで。その、コマンドになったので、それこそ。ああ、アクションシーンがとかってこと。そうです、そうです。なるほど。でも、今回は、ワン、あ、ゼロもあるんですけど、うん、から、シックスまでの、キリュウさんの物語のアクション機能もちょっと追加されてたりとかするんで。うん、じゃあもうゼロからやらなあかんやん。ゼロを知ってたらまあいいですけど、そりゃ。知らないから。でも、セブンからでもいいんですよ。ゲームの性能的にコマンドになったんで、選択肢ゲーになったんで。いや、でも、オタクとしてやっぱゼロからいかなあかんから、8やるのは8年後になります。すぐやってもらって、すぐやってもらいたい。嘘。うん、いい波の頑張りも見てほしい。8年後じゃ無理ですか？ダメかも、もう、30代だし、なんか、過去の話になっちゃうな。すぐ見なきゃいけないの。もう。何、龍が如くってなんか、その人のキャラクターを作るじゃない、綺麗に CG で。はいはいはい。それになってんの？私はフェイスじゃないんですよ。ああ、そうか、ごめんね。そうなんです。そんなん聞いてごめんね。そうですよ。見てもらっていいですか？こんなツルツルなゆで卵みたいな状態で今、有野さんと会ってるんですよ。飲みで掘ったようなゆで卵を。ちょっと昼間に怒ってたから。ぐーって顔してるけど。そうですよ。もう今日は真ん中に寄ってるんです、私今日顔が。本当に力入りすぎて。そうね。勘弁してくださいよ、もう。貴重な顔見れたわ。そう、ツルツルな稲見じゃないんですけど、フェイスは。ああ、そうなんや。でも、すごい美人さんに作ってもらっているフェイスなので。声当てて、ちょっと嬉しかったです。なんかいい理想の女って感じ。そういうのもあんねや。みんな似せてんのかなと思った。あ、じゃないんですよ。キムタクがおったりとかさ。ああ、ですね、ですね。ジャッジアイズとかはそうですね。ああ、そういう人もおるけど、そうじゃない人もおるとか。人もいっぱいいます。セブンとかは割とそうなので、その流れでエイトも結構違ったりはしますね。やっぱ7からやらなあかんじゃない？うん、7はやってほしい。7から8に飛んでほしい。あ、7、8は繋がってるってこと？繋がってます、繋がってます。あ、いけんの？セブンクリアされました。してないよ。うん。して、早かった、して、有野さん。してほしいな。してないとあかんのか。いや、そりゃそうだ。そうか。あ、何これ。え、あら、なんか最後に書いてるやつを有野さん読まないと。稲見さんへの質問感想、やってほしいことなどありましたら送ってください。メールのアドレスは173稲見@mbs1179.com、はい、稲見@mbs.com はやんのか。稲見@mbs1179.com までお願いします。番組公式 X にもアップされますので、リポストとポストお願いします。それではハッシュタグあっぱれ173あっぱれ稲見とほなねんを待機してください。お相手はありちゃんこと有野真也とあんちゃんこと稲見あんじゅでした。ほなねー。来週も来ます。やったー。